ヒロシです。主導権があったのは最初だけで、それ以降はずっと尻に敷かれています。ヒロシです。尻に敷かれるぐらいの方が夫婦仲が長く続くものだと思っていました。ヒロシです。妻と息子たちとはかれこれ半年連絡が取れていません。ヒロシです。お小遣いは月3000円でした。何も買えません。ヒロシです。デートでドクターフィッシュの足湯に入った瞬間、ドクターフィッシュが全て気絶して彼女にドン引きされました。ヒロシです。付き合って初めての誕生日に彼女から贈られたプレゼントは消臭剤でした。ヒロシです。息子から最後にもらった言葉が父ちゃん邪魔でした。ヒロシです。ヒロシです。ヒロシです。